地元埼玉の宿口純平選手です。よろしくし,よろしくお願いいたます。まずは気になる体の調子の方はいかがですかそうですね、だいぶ怪我も良くなってきて、まあ、ちょっと練習できるようになってきたんで、だいぶ良くなってます。前走の小田原はいかがでしたかそうですね、ちょっと1本欠場して小田原走ったんですけど、まあ、ちょっとなんつうんですかね、自分の思ってたのよりかは全然走れなかったですね。 でも最終日はしっかりと逃げて二着でしたけどもいかがでした？はい、ええー、まあそうですね最終日まあちょっと成績悪かったんでもう思い切ってギア上げたらそれがいい方向に向けました。今回もそのギアでということでしょうか？そうですねなんか状態悪い中でまあ4.33がなんか感じ良かったんでまあ今回もちょっとそのまんま行こうかなと思います。そしてここまでの調整なんか重要課ほど空きましたがいかがですか？ そうですね、まあ、普通に練習できてきて、はいまあ、直前の練習もバンク入ったんですけど、まあ、結構、感じが良かったんで、まあ、それがレースに出せればいいいと思いますそして今シリーズホームバンクでのレースとなりますが前回の大宮優勝してるんでですすよねそうですねあの一緒に練習してくれている緒方んが一緒に前走ってくれて、まあ、本当前のおかげでで優勝することができました今回も地元戦ということで期待してもよろしいですか まあそうですねなんとかまあ決勝に乗れるように頑張りたいですそれでは最後にお客様に一言お願いいたしますまあちょっと状態はあんまりくないんですけど、まあ、地元なんで思い切って力を切れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。